主役の宇和島市立図書館自転車課に勤める赤松すずめ役の武田里奈さん、同僚の岡崎健一役の小林豊さん、三好止め役の吉行和子さん。オール宇和島でロケされることとなると思うんですが、美味しい食べ物とかですね、綺麗な景色はいろいろあるんですが、まあ、どんなことを楽しみにしていきたいかっていうのと、でもやっぱり食べ物はすごく美味しいというふうに監督からお聞きしてるので、すごく楽しみです。あとみかんもちょうど美味しくなる時期だと聞いたので、はい、楽しみですし、まあ、元パティシエの小林さんもいらっしゃるので、はい、なんか美味しいもの、撮影中にその場で作る感じですね。さっき話してたんですよ、みんなで、みかん食べすぎて撮影 の、 その最後に手が黄色くなってないようにしようねっていう、そうですね、お話とかはね、いやもう それはプロとしてお願いしますね。そんなことのないように。はい、僕が演じる岡崎健一は元ロードレーサーで、でもその後地元に帰ってきて、すずめちゃんと同じく図書館で働いて、本を届けるという、一緒に仕事をしていて、外務ではサッカーだいぶ苦労されたようなんですけど、自転車の方はいかがでしょうか。そうですね、まあ、僕ちょっとまだみんなには言ってなかったんですけど、極度の運動音痴で。いや、うっすらとは聞いてました。やっぱり、はい、まあちょっと自転車自体は乗れるんですけども、以前ちょっとロードバイクといいますか、ちょっと背が高い自転車に乗った時にズコーンってこけたことがあったので、隣に運動神経抜群の武田さんがいらっしゃいますけど、アドバイスを。あんま考えない方がいいかな。考えるな感じろっていう感じで、はい、自転車はそうですよね、そうですね、感覚でやっぱり覚えて、はい、まあ、自転車に乗るっていうよりは、まあ、ちょっと思いを届けるっていうところの役どころを、ね、はい、しっかりと演じていけたらなと。いや、自転車乗るのも大丈夫。はい、頑張ります。はい、気合のクランクイン板でございます。主演の武田さんにスパッと割っていただき、気合を入れて撮影に臨もうと思います。その皆さん、僕の手殴らないでくださいね。動かないでください。はい、いきます。ダイヤ、おー、素晴らしい。ダイナミックな板割り、ありがとうございました。本当数週間前に有吉反省会で、いろんなとこで瓦とか板とかあってごめんなさいってやったのに、なんかやっちゃったんで、なんかまたごめんなさい。いえいえいえ。吉行さん、間近で板張りをご覧になっていかがでしたか。ね、生で見たの初めてだからびっくりしちゃったけど、仲良くしてね撮影。怒った。